僕は浮き輪太郎。いつでも浮き輪をつけているよ。この浮き輪はとっても役に立つんだ。人とぶつかりそうになっても空気が中に入っているから助けてくれる。プールに行ってもプカプカ浮くことができるんだよ。ずっこけてもこいつがあれば痛くないんだ。町のみんなは僕を見ていつも笑ってくるぞ。なんでかな。本当に役に立つものなのに。わあ、浮き輪太郎が今日も浮き輪つけているぞ。変な格好。浮き輪太郎、恥ずかしくなっちゃった。僕のかっこいい浮き輪、みんなから見たらかっこ悪いのかな。おい、みんなと違うから変なんだよ。そうだそうだ、みんながやらないことをやるから変なんだ。そんな時、お母さんが言ったんだ。人と違って何が悪いの？お母さんはお前が素敵って思うことならそれでいいと思うわよ。でも、みんなと一緒じゃないから変だって。そんなこと言ったらみんな同じ顔がいいってことになっちゃうわよ。それこそ変じゃない？ジェイ君もスネ君もママもみんな同じ顔がいいのかしら。それじゃあ誰が誰だかわからないよ。ジェイ君の顔のママ怖いな。そうでしょう。みんなが一緒じゃなくったっていいのよ。自分が素敵って思ったものを思うようにすればいいの。僕この浮き輪大好きなんだ。だからずっとつけてたいの。じゃあそれでいいんじゃない？そうだねママ、ありがとう。そう言って浮き輪太郎はまたお外へ遊びに行きました。あ、また浮き輪太郎がやってきたぞ。うん、僕この浮き輪かっこいいと思っているんだ。だってこれ見てみろよ。そう言って浮き輪太郎は走り出しました。ぽよーん。そじって浮き輪太郎はジェイ君に体当たり。うわー、ん？って痛くない。しかもぼよーんってなって楽しいぞ。お前すごいな。そうでしょう。だから僕はこの浮き輪をかっこいいと思っているんだ。みんなが変だと思っていた浮き輪はこんな素敵な遊び道具になるんです。あー楽しかった。みんなまた明日遊ぼうね。二人は満足して帰りました。